巴川の河口にある清水港に接して築かれた東海道江尻宿、旧東海道18番目の宿場で、静岡市清水区にあります。江尻宿の中心近くにはカッパ伝説でおなじみの稚児橋があります。巴川河口の清水港では、7世紀頃から物資の輸送が行われ、広重の浮世絵東海道江尻宿には港が描かれています。この地に価値を見出し城を築いたのは武田信玄です。1570年、巴川を堀に見立てた堅牢な江尻城と水軍基地袋城を建造し、天下統一に乗り出しました。1582年、武田家が滅亡。武田の支配はわずか14年でした。城跡は江尻小学校となっています。東明全院の山門は江尻城から移されたものです。門の金具と軒瓦の武田節だけが武田支配の面影を残しています。関ヶ原の戦いの前、徳川家康公は江尻宿にある高城寺を訪れています。ここの御輪塔には武田家との内通を信長公に疑われ、21歳の若さで切腹させられた家康公の長男信康の遺髪が埋葬されているからです。またこの寺にある恋塚には、願いをかけるものがあればその思いを遂げさせてやろうと、浄土で縁結びの霊魂となることを誓って、無念の切腹をした若い侍の物語があります。江尻宿は港町として大いに栄えました。明治以降、川の港を海に移し、1899年には国際港となりました。その中で海鮮問屋や宿場の旦那衆が地域の文化を育んできました。その一つが芸妓の世界です。巷では清水の巴川で遊べるようになったら一人前と言われ、清水の男は息を競いました。今でも清水芸者はその文化を伝えています。